どうも、男中村です。今回は味付け卵を作ります。味付け卵を作りながら、中村式のゆで卵のゆで方、卵のゆで時間による黄身の変化の比較、残った漬け汁の利用法、これら3つについてもご説明しますね。この動画を見ればもう味付け卵について飲み屋でうんちくを語れるぐらいまでなりますよ。では早速作っていきましょう。味付け卵の材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。鍋に少しのお湯を沸かして、冷蔵庫で冷やしておいた卵を入れて、蓋をして8分茹でます。このように鍋に卵を入れたところに熱湯を注いで、それから火にかけて蓋をする方法でもいいですよ。卵は冷蔵庫で保存するのが当たり前になってきてるんで、冷蔵庫で冷やした卵を茹でるっていうことになってます。常温の卵を茹でると茹で時間が変わってきますから、冷蔵庫で冷やした卵をお使いください。いきなり熱湯に卵を放り込むのは水から茹でるのと違って茹で時間を測りやすいんですよ。そういうメリットと、水から茹でると水の温度とか火力によってまた茹で時間が変わってきますから、熱湯から始めるとピタッと茹で時間を計算することができます。また熱湯に卵を放り込むと、卵の殻がびっくりして微妙にひびが入ったりするんですよ。そのおかげでゆで卵の殻を剥きやすくなるんですよ。そういうメリットもあります。たまにひびが入りすぎて中身が飛び出すこともあるんですけど、それでもやっぱりメリットの方が勝ってます。お湯が少ないのは省エネで済むからです。鍋の蓋を閉めたらもう全体に熱が伝わりますから、お湯はちょっとでいいんですよ。卵が全部浸かるぐらいのお湯で茹でるよりも省エネだと思いませんか？以上が中村式の茹で方です。まとめると、冷蔵庫に冷やしてあった卵を少ない熱湯にいきなり放り込んで8分茹でるっていうことです。火から下ろしてお湯を切って水で冷やします。おっと、卵の熱が下がるまでしばらく置いておきます。ポリ袋を用意します。醤油大さじ4なんですけど、この時は間違って大さじ2しか入れてなかったんで、後で大さじ2を追加します。水、これも大さじ2しか入れてないんで、後から大さじ2を追加します。砂糖、こぼれないように袋をボウルに入れておきます。卵の天と地を割ってからボディも数回叩くと剥きやすいです。剥けました。まだ細かな殻がついてるかもしれないんで、水でさっと洗います。調味液を入れた袋に入れます。卵の殻をどんどん剥きます。全部を袋に入れます。この時にやっと調味液が少ないっていうことに気づきました。足りなかった醤油、水も入れます。これで OK です。冷蔵庫に6時間以上入れておきます。途中で1回ぐらい軽くかき混ぜるといいですよ。味付け卵っていうのは黄身が半熟なのがいいんですよね。個人の好みなんで、黄身がカチンコチンに固まった方が好きだって人もいるかもしれませんけど、手作りの場合は自分の好きな加減で作ることができるんですよ。私の好みは中村式の茹で方で8分茹でたものです。今回は実験で茹で時間最短7分から始めて、7分半、8分、8分半で30秒ごとに9分半までの茹で時間のものを比較してみました。これを参考にご自身の茹で時間を決めてください。茹で時間7分だと柔らかくて殻を剥くのも難しかったです。包丁で切ってみます。黄身がトロトロで白身もまだ柔らかいです。7分半、白身はしっかりしてきましたが、黄身はトロトロです。茹で時間8分です。黄身は少し固まりかけてます。8分半、さらに黄身が固まってきました。9分、黄身の柔らかさは残ってますが、トロッと感はなくなりました。9分半、黄身の柔らかさはまだ残ってます。
9分のものとあんまり変わりません。このような結果になりました。この実験は卵を茹でたばかりのまだ生温かい状態で包丁で切ったんですよ。だから味付け卵の場合はもう冷蔵庫で冷やした状態ですから、冷たくてあと水分もちょっと抜けてるからもっと味付け卵の方が同じ茹で時間でも硬くなるんですよ。これが茹で時間が同じでも味付け卵と生温かい茹で卵の違いです。これを参考にしてみてください。というわけで私のおすすめは茹で時間8分なんですよ。最短でも7分半ぐらいだと思います。茹で時間7分だったら白身もまだ完全に固まってなくて、もう柔らかすぎて卵の殻を剥く時点でだいぶしんどかったんですよ。卵を壊さないように気を使いながら殻を剥いたんですよ、慎重にね。だからまあ不可能ではないですけど、ちょっと難しくなってくるんで7分半が最短かなと思います。さあできました。1個取り出してみます。糸で切ると綺麗に切れますよ。いつもは包丁で切るんですけど、撮影のために糸で切ってみます。やっぱり綺麗に切れました。では味付け卵をいただきます。うまいですよ。何回も試作してその結果このレシピになってますからね。もううまいのは分かってるんですよ。漬け汁は醤油と水と砂糖ってシンプルなものにしましたけど、お出汁成分を入れてもいいですよ。お出汁成分入れたらまあ美味しくなるにはなるんですけど、あんまり変わらないです。もう醤油と砂糖と水だけで十分美味しいんですよ。あと砂糖をみりんに変えたりしても甘みが上品になるんですけど、みりんはアルコールを飛ばしたりいろいろ手間がかかるから、その手間をかけるより手軽にちょっと砂糖を入れて、それでも十分美味しいんですよ。それでこのレシピとなっております。このシンプルなレシピで十分美味しいんですよ。あと最低6時間は漬けてほしいって言いましたけど、漬け時間を短縮したいとかいう場合は水で薄めなくて醤油と砂糖だけの濃い調味液に漬けたら、まあ短時間では食べられるようにはなるんですけど、その場合表面だけ濃い味がついて中は味がついてない、まあ、全体を食べたら口の中で混ざってちょうどいい味になるかもしれないですけど、やっぱり薄めた調味液に長い時間つけた方が美味しいです。それでやっぱりこのレシピに決まりました。味付け卵を作った後にこのように漬け汁が残ります。これでもう一回味付け卵を作ってもいいんですけど、やっぱりちょっと味が薄くなります。薄くなる分ちょっと味を濃くしてつけてもいいんですけど、そんな何回も繰り返しつけるっていうのは食品衛生的にあまりおすすめできません。だから漬け汁は使い切ってしまった方がいいと思うんですよ。そこで炒め物とか煮物に使うといいですよ。では余った漬け汁を使って豚の生姜焼きと焼き豚を作ってみましょう。フライパンを熱し油を引いて豚肉を炒めます。豚肉に火が通ったら漬け汁、生姜、煮込みます。煮詰まったら完成です。お皿に盛ります。立派な生姜焼きになりました。豚のもも肉の塊です。これの表面をこんがり焼きます。全体に焦げ目がついたら鍋に入れて漬け汁、刻んだ生姜を入れ蓋をしてじっくり煮込んで中まで火を通してから煮詰めたら完成です。スライスします。お皿に盛って味付け卵も一緒に盛りましょうか。煮詰めた汁をタレとしてかけます。焼き豚の完成です。というわけでラーメン屋さんのメニューみたいなものになっちゃいましたね。
味付け卵はラーメンの具としても人気がありますからね。これで余すことなく味付け卵と漬け汁を使い切ることができますね。卵って栄養バランスに優れた健康食品ですからね。だから積極的に食べたいですね。それで卵はね、調理方法がほぼ無限大にありますからね。仮に調理法がゆで卵しかなかったら、食べてたら飽きますけど、調理法が無限大にありますから、いろんな方法で食べることができますね。そのバリエーションとして今回の味付け卵を食べていただければと思います。というわけで、今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは発酵食品とか野草料理とか、ちょっと変わった料理の動画をいつもアップしてます。今回は割とまともな料理でしたね。たまにまともな料理もやるんですよ。まともな料理でもちょっと独自の視点で取り組んでますんで、また他の動画もよろしくお願いします。動画以外にもブログ、X、Instagram もやっております。ブログは12年以上やっておりまして、今までの全ての料理研究のデータがブログ行ったら全部見れますんで、ものすごい情報量ですから、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。